はい、皆様2部に入りました、すみません、大分の焼酎がですね、これなかなか効いてました、ちょっとレロレロしてきましたんで、先ほどお二方にごめんなさいねって言ったら、いや、私らがそう酔ってるということで、満場一致で、まとめに入ります。はい、それでは日賀さん、この、このその男、凶暴につき、これ感想はどういったものでしょうか。感想がですね、まあ、前編バイオレンス暴力シーンが多いんですけど、はいはい、まあ、もう一つなんかあるとすれば、はい、欲望がすごい渦巻いている映画かなと思いました。なんでかってこう、まあ、収賄があったりとか、はい、そしてその他にもなんか各個人の役者さんたちの出ているものがすごい欲望だらけのような感じがしてですね、もう出てるやつが普通のやつじゃないですね、みんな。だからもう日常生活であれば、うん、まあ、今の最近の映画であれば日常生活を描くんですけど、はい、これはなんかちょっとなんか異空間的な感じが、はい、まあ、撮り方もそうですけど、はいはい、社長室にこう何もなかったりとか、はい、そういうシーンもあったりとか、はい、唯一ですね、まあ、これは愛かなと思ったのがラストの本当に、うん、北野武さんが、はい、まあ、こう、まあ、麻薬中毒になって、はい、麻薬、妹が麻薬ってこう白龍さんに言って、で最後妹を殺してしまうんですけど、はい、愛と呼べるって言ったらあそこだけかなと思いました。確かにね、はい、それまでがもう本当騙し騙されのドロドロのところと、はい、本当にこうただただ暴力性でいくんですけど、ただ何秒間って一発でこう最後、うん、決めっていう締めくくりますね、うん、そんな感じですよね。そんな感じがします、本当に。清水さんは、はい、どのような、まあ、このその男凶暴につきだけに限らないんですけど、うん、北野武映画の特徴として、はい、まあ、一つ痛みに対する表現っていうのがあるんですね、うん、はい、痛みっていうのをちゃんと伝えると、で、まあ、いろいろたけしさんも語ってるんですけども、きちんとその映画映像によって痛みっていうのを伝えないといけないんだっていうスタンス、はい、まあ、簡単に人を刺したり、はい、そういうことができるのは、はい、もし仮にそのドラマとかの影響があるんだとすれば、そういう痛みっていうのをきちんと伝えてないからだよっていうのをどっかで僕は読んだことあるんですけども、はい、ただこれ表現する側としては、はい、まあ、痛みを表現するっていうのは、まあ、もちろん見えないものなんで、はい、簡単ではない、実際に本当に刺してるわけでもないし、はい、で、まあ、その表現として、まあ、血のりのその色合いですとか、うん、その飛び散った、まあ、ロッカーとか、ああいうその時のこの血模様っていうんですかね、なんかバタ狂った跡が、うん、ね、うん、争いの跡が、であったり、あと僕はやっぱ一番感銘を受けたのは音ですね、うん、殴った時の音のその重さ、うん、なんか骨にこう、はい、来るような重さであったり、はいはい、銃ピストルの何とも言えないその金属音ですね、はい、まあ、これまでの、まあ、映画いろいろ刑事ドラマで銃ぶっ放すシーンとかあると思うんですけど、なんかもうなんか安っぽかっただけど、たけしの映画のピストルの音ってすごくちょっと重くて、あ、そこは気づかなかったな、うん、で、やっぱ痛いんですね、はい、痛さを感じる、まあ、要はリアリティがあるってことなんですけど、まあ、実際、まあ、その鉄砲が撃った時の音っていうのは僕はちょっと聞いたことないんですけども、はいはい、ただ映画の表現として非常に重い、そこで痛みの表現としても成立してるし、はい、こうなんか最後のシーンでこことかにこう当たるんですよね、普通、はいはい、まあ、こういうところとかこういうここ当たるって言ってるんですよね、うん、はいはい、うん、なんかそういうその当たりどころとか、うん、意外とその清水さんはね、うん、被写体を撮る側、うん、こうカメラを覗いたところから見る、うん、ポジションにいるじゃないですか、はい、だから痛みってやっぱりこう表現するの難しいんじゃないですか、うん、もうだから最後あれで極めつけですよね、うんうん、そうですね、うわーっていう感じの、うんうん、先ほど言ったように本当にこう形がないものだし、うんうん、こうそれをまして
あの映像を通して人が見て痛いと思わせるという、はい、こうまたそこにワンクッションあるわけだし、うんうんうん、本当は見てる人一発どつくのが一番あの伝わるんでしょうけど、あの映画ってやっぱりそれを映像と音声によって伝えるものだから、やっぱり難しいんでしょうね。いろいろ映画には、まあ、その痛みだけじゃなくて、はい、あの表現するのが難しいものっていうのはたくさんあって、はいはいはい、痛みはその代表的なものの一つですね、うん、まあ、私も知る限りはこの痛みに関してはこの北野監督の映画がやっぱり一番痛いですわ、うんうん、アウトレイジだって、はい、ね、痛いとこいっぱいあるし、うんうん、なんかあの私的にもその、うん、あの同調する部分があります、うん、あの、はい、痛みというものに関してね、本当によく撮れてるなと、うんうん、まあ、でもそのカメラアングルからのお話で今日はもう私もかなり勉強になりましたね。で、あの私のこの見解ですけども、はい、このその男凶暴につけている映画はですね、何度も言うように暴力、最初から終わりまでずっと暴力なんですよ。で、ただしこの暴力というものはそれぞれ違う種類を全部描いてる。で、最初映画の最初に出るあの少年をぶん殴る、親父狩りをやって警察ぶん殴るでしょ、刑事が。これって構成させるものが不在の世の中に少年が育ってて、そこを刑事さんとあろうものがやっちまうというね、ええ、お前次これやったら殺すぞと言わんばかりにやるわけですよね、それも暴力だし、あとは、こいつの命を取ると、そういう確固たる目的を持って行う暴力だってあるわけですよね。そして最後妹を殺す、これはやはり弾きで弾くわけだから、これ暴力、そのことの結果として妹は命を落とすわけですけど、これもやはり暴力。ただし東さんが言ったように、これはやっぱり最後はこう愛の形があると、前半の方に私が言ったようにやっぱり母子が共に一家心中で死んでいくというのも、この部分を映画で最後表現したのかなと、まあ、あのそのように思ってますね、はい、そうだと思います、そしてこの北野監督が暴力シーンをダーッと出しながら、多分私が問われた、この映画によって問われたことは、じゃあ暴力というものは排除するべき、私もそう思ってるんですよ、じゃあ排除したことの後にこの暴力に変わるものが一体何なのかと、それを私がこの映画で問われたような感じですね。あの教職員だって体罰ダメでしょ、はい、お相撲さんも、体罰ダメでしょ、はい、柔道柔道も体罰ダメでしょ、じゃあ、暴力というものに変わるものが、これが一体社会の何に当たるのかと、それが今問われているところですね。うん、あのまあ一部社会でも問われてますけど、私はこの映画によってちょっと問われた部分がありますね。だからいろんな意味でこの北野武、ビートたけしさんが演じる刑事は、署に帰るとめった打ちにされるわけですよ、非難轟々で、それも現実的な部分も見せてる。でもこの方殴るじゃないですか、ひたすら人を、これは、映画の世界ではなくて現実のやっぱ世界なんですよね、私たちがこう普段暮らしているところに、あの暴力はあっちゃいけないけども、じゃあこれに変わるものがないに等しい世の中で、暴力ダメ暴力ダメ、だからバカ子がいっぱい育ってるっていう、あの最初に出た少年なんかまさにそうですよね、そういう意味であの非常に考えさせられた映画でございました。ごめんなさい、酔ってるよな2人とも、俺だけ酔ってたらおかしくなるからはい、そうですね、はい、皆様どうもごめんなさい。はい、じゃあまたご清聴ありがとうございました。また、4回目をやりますので、大分の皆さんまたよろしくお願いします。お願いします。